きます。茨城県鉾田市より参りました、鉾田ブランド大使の米川優子と申します。よろしくお願いいたします。はじめに茨城県鉾田市鬼沢市長よりご挨拶申し上げます。本日は安倍総理におかれましては極めてご多忙の中ですね、時間をいただき感謝を申し上げます。今日は我々 C、そしてあと J が茨城朝日村と J が2つありますけど、両 J の皆さん、そして商工会の皆さんと訪問団を結成し、安倍総理にですね、我々の特産のメロンを献上されてまいりました。私は茨城県の東部、海辺も大変に面しておりまして、大変温暖な気候、そして肥沃な土壌、多種多様なですね、農産物を栽培しておりまして、平成27年の農業栽培は全国で2位というもので、首都圏にですね、こんな食料を、供給しています。その中でもこのメロンは50年の歴史がありまして、生産量日本一、そして生産者の皆さんが、試行錯誤してきて研究をですね、重ねまして、味、量、質とも日本一というふうに自負をしております。このですね、メロンを、観光資源の一つと捉えまして、メロンの町、鉾田市をですね、全国展開、これからも継続をしていきたいと考えています。そして、JA の皆さん、食材の皆と連携しながらですね、地域の産業の振興に努めていきたいと考えております。今日は、おいしい旬のメロンをお持ちしましたので、ぜひ、安倍総理にご賞味お願いします。続きまして、ぬかが先生よりご挨拶いただきたいと思います。いや、書いてます。いただきとかありがとうございます。このメロンでですね、疲れを癒して、これから国民から見たらと思います。ここで、私、米川と浜田より、鉾田産メロンのご紹介をさせていただきます。本日お届けに上がりました鉾田産メロンは、茨城キングとクインシーメロンでございます。茨城キングは、その名にふさわしい、青肉系の大玉メロンで爽やかな甘さが特徴のメロンです。クインシーメロンは赤肉系メロンで滑らかな口当たりと深みのある甘さが特徴のメロンです。鉾田ブランド大使の浜田心と申します。鉾田市のメロンは恵まれた気候と生産者の愛情をたっぷり受けて育ちました。鉾田市のメロンは甘く芳醇で今が旬を迎えております。ぜひご賞味ください。
続きまして安倍総理よりお言葉をいただきたいと思います。はい、2年ぶりに、皆様に官邸にお越しをいただきました。茨城県はメロンの出荷量としては日本一という存在しておりますが、量だけではなくて中身も美味しいということを今日させてもらっていただきました。茨城県とクイーンの、この2つのですね、収録この日でですね、ぜひ、この世界を席巻していくという大きな目標に向かって頑張っていきたい、そういう目標に向かっていけばですね、若い皆さんもですね、この分野で頑張ろうという希望と勇気を持つのではないかと思います。皆さんの、今後のですね、さらなる活躍を期待しています。今日はそれでありがとうございました。